プリンセサです。今回はこちら、サリオの食玩とシークレットミニポーチ、シークレット猫マスコット紹介していきたいと思います。はい、可愛い商品ビルバンで見つけました。ちょっと気になってるのがこのシークレットミニポーチ。前回こちらを紹介した時にガマ口狙いだったので重いの選んだんですよ。そしたらこっちだったので、中に段ボールみたいなのが2、3重になってて、結構それが重かったのね。なのであえて今回は軽い方を選びました。これでガマ口来たら読み当たり。いや、まあね、こっちのファスナーポーチも可愛かったからいいんだけど、ガマ口の感じが見たいんだよね。結構大きめです。イメージが載ってます。さあどうかな、読みは当たるか。ん？あ、当たりー。あ、ガマ口の方が思ったより小さいかも。なるほどねー。そしてこの金具重いかと思ったら意外と軽い。当ててみると、まあまあまあこうなんだけど、思ったより一回り小さく感じるかな。まあでも同じくらいっぽいらしい。まさかの前回出たのと同じデザインのガマ口タイプが来ました。ここは開けやすい。で、二重にはなってないんですが、結構厚めのビニール素材なので使い勝手良さそう。結構ね、あのガマ口硬いと手痛くなっちゃうことあるんですけど、それはないけれども、ぴったり止まるようなすごくいい感じ。この留め口のところもいいのかな、滑りがいいので、はい、使いやすいです。やったねー。ということで1種類ずつゲットできた。よかった。キティちゃんとミミィちゃんが写ってます。ではお次はこちら、シークレット猫マスコット。可愛いですよね。缶の中に入ってても鍋の中に入ってても可愛い。ラインナップはポンポンプリン、マイメロディ、ハンギョドン、バットバツマル、ハローキティ、クロミ、シナモロール、ポチャッコの全8種類。さあ誰が来るかな。缶でも鍋でもいいな。どうだ、誰だ。やった、クロミちゃんじゃん。鍋、ラス1だったので完全にもう残された運です。もう残り物に服がありました。いや、かわいい。鍋もしっかり鍋だし、このピンクのね、桜の鍋かな、かわいい。クロミちゃんはこれね、あのいっぱいあったらちょっと猫缶と一緒にも並べたいなとも思ったんだけど、はい、こうなります。なんか猫鍋っぽいポージングではないけれども、これはこれで可愛いですね。猫鍋っぽいのは、このマイメロちゃんと、キティちゃん。ポージングがね、ぽいよね。いや、でもいいいい。みんな可愛いよね。はい、中でも大好きなクロミちゃんが出てきてくれたので大満足。普通に飾るときにはあのお鍋の蓋逆さまにして、こうやって上に乗せてあげても可愛いかも。なんか私はこっちの方が見えてていいかな。はい、ではお次はこちら、50周年アニバーサリーの缶ラムネ開けていきたいと思います。いいよねこれ。スライド缶1個入り全10周、誰が来るか。最近キキララ多いからな、キキララな気がする。どう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 。おーおお、キティちゃんとペックルとハニュドン、こういう感じ。あ、パッケージに載ってたのとはまた違う。あ、じゃあどのバージョンも真ん中にキティちゃんがいて、両脇に誰かがいるみたいな感じなのかな。え、かわいい。いや、ダニエルと一緒のこれも欲しかったけどね。いや、これいいね。はい、ラムネはこの中かな。あ、ですね。はい。このタイプの粒のやつ。まあよくありがちなんですけれども、
カリッとしてて美味しいです。いいね。はい、では続いては、刺繍缶バッジ付きビスケット2開封していきます。以前からやってる例の、キキララがダダかぶりしてるやつです。他のキャラクター来てくれてるかな？どうかな？じゃあ、1個目いきます。全14種なのにね。誰だ？あ、バットバツ丸！まあまあね、持ってるけど、まあ、キキララどうかとか。今回3つなんだけど、持ってないキャラ来てくれるかな？どうかな？2つ目。紫。誰？キティちゃんでした。まあ、キティちゃんも持ってるんだけどね。はい。まあまあいいでしょう。ラスト！私が欲しいのは、クロミちゃんです。クロミちゃん、来て欲しいな。あとね、ボムボムプリンもね、シナノもね、ちょっとしないんです。さあ、どうかな？黄色！誰だ？グデタマグデタマはいない。よしよしよし。新しいの1個ゲットした。キキララの他に持ってるのは、マイメロちゃんと、さっきキティちゃん被ったもんね。と、コギミュンがいます。あと、バットバツ丸。はい、ということで、今のところ6個かな ?6 種類です。いやー、もうちょっと集めたいけどね。なかなかなので。まあ、また機会があったら。とりあえず今回はグデ玉ゲットできたのでよかったです。これも欲しかったんだよね。かわいい。ビスケットのデザインは今回の缶バッジと同じようなデザインになっています。さあ、一個だけ開けよう。じゃーん。ケロッピもかわいいね。ケロッピのドーナツ。たまらん。タキシード様はこんな感じ。お座りしてもぐもぐ食べてます。これも可愛いですね。これでね、ちょっと、見ていこう。あ、コギミュンね。うんうん。あ、シナモン。やっぱ可愛いな、シナモロール。さっき出たキティちゃんもいますね。キティちゃん可愛い。あ、ポチャッコ。ポチャッコもいいですね。こちらでもクロミちゃんには振られてるかも。アパとバツマルもいた。マイメロちゃんもいました。あとはマイメロちゃんポチャコキティで被っちゃったなぁ。ラインナップこちらで確認できましたね。ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャコ、タキシードサム、ハニュドン、リトルツインスターズ、コギミュン、ケロケロケロッピ、バトバツマル、グデタマ、シナモロール2でした。シナモロールねぇ。二つもいるのに、なかなか出会えない。とっても可愛いです。サンリオキャラクターズ、ぷっくりラバマスグミ5を見ていきましょう。レアグミとして、クロミちゃんとマイメロちゃんのダブルのピーチ味があります。色は違うけれども、ピーチ味っぽい。と、マスカット味のね。グミの形は全7種。コギミュンがいます。あ、コギミュンがいる。と、ポンポンプリンと、キティちゃんと、ポチャッコと、クロミちゃん&マイメロちゃん。これで5種類だね。あと、覗けるとこはある。パッケージはこの2種類だったんですよね。あ！シナモンとバトバツ丸がいる。じゃあここですね。残りの2つ。じゃあ形は分かった。あとは、ラバマスとレア組があるかを見てみよう。はい。ラバマス。1個目。バットバツ丸。あ、これ可愛いし、でかっ。この存在感はいい。いちご新聞って書かれてる。え、可愛い。え、いちご新聞デザインなのかな ?1 個目。こちらのラバマスは全14種らしい。コギミューン！いいね。今回ちょっと見たかったからすごく嬉しいです。ポンポンプリンも見たいな。シナモンとクロミちゃんだったら最高。誰だ？リトルツインスターズ。縁があります。まあいいよ。初めてだし、可愛いし。さあ、誰だ？水色っぽいよ。水色。シナモン黒だ！やったー！シナモロ
の場合、結構どれも大きいですね。大きさでこうキャラクターわかるかと思ったら、そういう感じではないかも。ラスト。クロミちゃんか、ポムポムプリンがいいな。水色？緑？誰だ？せーの、ドン。あ、ニョドンだ！あ、これなんか、かっこいいね。凛々しい感じね。にゃー、はい、どうぞしてる。かわいい。はい、ということで、今回はこちらの5つだったんですが、被らず出てきてくれたので、嬉しかったです。はい、ビスケットと同じで、ここにラインナップが載っていました。ラインナップ14種類は、ハローキティ、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ、シナモロール、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、コギミン、タキシードサム、バット、バツマル、ハローミミー、ディアダニエル、ハナマルオバケ。え、ここがレアじゃない？いやー、見たーい。ハナマルオバケとか、ついに商品化に、これはいいですね。この、単品ではいても、こういう風なシリーズ的なね、みんながいるところに出てきたのは初じゃない？嬉しい。え、ダニエルとミミさんもいいね。なかなかこう、入ってこないのに。いや、また買います。はい、誰かな？お！ちゃんとレア組あるじゃん。しかもでかい。なんか分厚くない？え、かわいい。見えるかな？見える？クロミちゃんとマイメロちゃん。肉眼だとね、はっきりです。カメラ通すとどうかな？なんとなくわかるかな？しかもレア組なのにめっちゃいっぱい入ってる。1個入ってたらなんか、ラッキーとかじゃないんだ。なんか横幅が広いようなタイプでレアってあっても、この厚さがあるレアってね、なかなかないかも。シナモンいまーす。あとは、これは、キティちゃんだ、キティちゃん。コギミンみたいな、コギミン。ポチャッコー。あ、コギミン。え、一個ずつ？え、すごいね。これもすごいね。はい、ということで、レア組いっぱいのパックでした。みんなもぜひ探してみてください。噛み応えしっかりめは意外や意外、マスカットの方。ちょっと大きめのピーチ味の方が、ちょっとだけ柔らかく感じたかな。食べやすいですけれども、やっぱりね、コロッとしたグミなのでしっかりよく噛んで食べてください。どっちも美味しい。あんまり香料臭くない。はい、というわけで今回はサンリオの食玩と雑貨の紹介でした。いかがだったでしょうか？では、次回も楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。